はい、ハンマー家の本家のハンマー用先生です。今日ですね、ですね、関東のですね、自分の豪邸建てるのにいいなということで、1キロあるんですけど、半径1キロメートルぐらいあるんですよ。それで、まあ自分の庭半径1キロもあるんで、関東でですよね。でそれをね、購入するかということでね、今日ねちょっと、いろいろね、まあちょっと変えたら買おうかなと、関東なんですけど、マラソンって言っても角から角まで、庭のね角から角まで行くのに1キロも庭が広いんですよね。で そこにね豪邸を建てたらいいんじゃないかで、塀を建てるって周り広いんでね、1キロもあるんで半径がね、まあどうかなということでね、以前はねじいさんが30万坪ぐらいは持ってたんですけども、まあ同じような感じですね。これは14万坪かな、14万坪の土地ですね。約15万坪ね、15万坪、でかいですね。で長四角、まあ四角です、長方形ですね、長方形ね、15万坪の土地ですね。約半径が1キロメートルもあるんですよ。でその土地をね手に入れるかで、そこに豪邸を建てたら面白いんじゃないかなというようなことをね、ちょっと今日購入できるかなということでね、またすぐ購入しないとなくなっちゃうなということでね、ね今がチャンスだなというふうにちょっと思ってまして、私なら買えるんで私だったら買えるんで、まあ15万坪も庭があるねとこに豪邸建てるのもちょっといいなーなんて思いましてね、ちょっと検討中です。で完全な長方形じゃないですけどね、まあ形的にはいいんですけど、あとちょっと一部ね国の指定のね文化物を所有部分があるんですよ。自分の土地なんですけども文化物ですね、ちょっとあるんですね。これがねどのぐらいかな、300坪ぐらいあったかな、文化物ですね、遺産があるんですよね。登録してる、国が登録してる文化物っていう大事な土地の部分も所有しないといけないんです。一緒なんですね、一緒に少しあるんですね。20分の1ぐらい、30分の1ぐらいですかね、土地全体の15万坪のうちの30分の1は自由に使えないんですね。国でね決められたね大事な土地の部分がちょっと30分の1ぐらいあります。だそれを管理と15万坪の土地ですね、
私なら買えるんで、どうかなということでね、ちょっと今検討中で勉強中ですね。自家用ジェット機の滑走路にも使えますしね、自家用ジェット機なんか買ったとしても、まあ、豪邸の方に建てますけど、自家用ジェット機のね、滑走路も置けるということね。まあ 本当に広いですね。片方の自分の庭が歩いて片方まで行くのに 1km もあるんですからね。端から端まで歩くのにもう大変ですね。お疲れですね。というような、それもね、東京に近いですね。関東ですからね。そんなところ、高価なね、土地。田舎じゃないんですね。北海道なんかよくあるんですけど、田舎じゃないんで、めっちゃ高いわけですね。1キロですからね。15万坪ですか。だからこれを私なら買えるんだけど、どうするかですね。ということをちょっと今日ね、浜岩先生がね、本家の浜家の貴族の浜岩先生がね、豪邸建てる家にいいなということでね、ちょっと15万坪の土地、めちゃめちゃ広いね、端から端まで 1km もあると。これをね、購入するかということでね、今、考えてました。そんなことです。どうもありがとうございました。